どうもナベです。本日は、まあ、7月2日なんでございますけど、なんか気づいたらね、今日あれなんだよね。あの、ラブライブサンシャインの放送日なんだよね、今日。テレビアニメ化が決定したのいつだ？今年の、企画が始まったのは去年なんだよね。2015年に電気ジーズマガジンで企画が始まって、去年の10月だっけ8月かなんかにファーストシングル出て、今年の4月にセカンドシングル出して、で、テレビアニメが決まったのが今年だった気がする。うん。で、なんか、早いもんで今日放送日なんだよね。うん。確か夜の10時30分からかな。うん。東京 MX 他出て、確か放送開始だったはずでございます。いやー、なんか早いね、テレビアニメ化するのね。今までね、ミューズのラブライブ見てたから、どんな話なのかもわかんないし、どういうね、展開になっていくのかも全然想像つかないんで、まあ楽しみっちゃ楽しみですね。うん。まあ夜10時半なので、今撮ってるのがね、夕方の6時過ぎなんでね、あとね、4時間半後に始まるので、まあ、それまで楽しみに待機してましょうかね。うん。ちょっと楽しみでございます。ワクワクだ。一応公式サイトのリンクを、動画の概要欄に貼っておきます。よければ見てください。ではね、10時半まで楽しみに待ちましょう。多分ね、楽しみにしている皆さんも多いはずです。本日も見ていただいてありがとうございました。んじゃ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。